こんにちは。株式会社 ACES の田村です。本日は画像理解と真相学習と題しまして、実務に生かす AI 実践というところをご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。本日の講義は大きく6つのセクションに分かれています。1つ目は POC を始める前に考慮すべきこと。2つ目が POC について。3つ目が画像認識 AI におけるアルゴリズムの理解と選択。 4つ目がデータの収集。5つ目が AI の精度とどう向き合うか。6つ目が MLOps についてです。これらを順を追ってご説明させていただきたいと思います。まず、セクション 1:POC を始める前に考慮すべきこと。本セクションの狙いといたしましては、画像映像 AI 活用プロジェクトにおいて POC が発生する原因を理解するというところと、画像映像 AI 活用プロジェクトにおいて POC のの前に実施すすす。べき4つのステップを理解するとというところですまずちょっと私の簡単なご紹介をさせていただくと、私、東京大学の松尾研究室という AI の基礎研究を社会に実装していく、まあ、そういったコンセプトを持った研究室で、博士課程に在籍をしていつつも、まあ、株式会社 a c ー s という会社をやっておりまして、弊社ではあの画像認識、映像認識を武器に、 リアルルのの産業業デジタル化 DX をを進めてていいいく、まあ、そうっった事業を行っている会社です、す設立から大体3年ぐらい経っているんですけれども、まだその3年経った今でも POC で終わってしまったクライアント様が1件もいないというところが、弊社の大きな自慢のポイント、実績でございます。 よくですねこの話をすると、ぜひうちもやってくださいとか、どうやったら POC で終わらないんですかというふうに聞いてくださる方が多いんですけれども、本日はそこのですね、まあ、エッセンスの部分をお話ししたいというふうに考えています。よくある現場の声とし,ましては、とりあえず技術検証しようと、POC ならコストが抑えられるんじゃないか、まあ、そんなことでですね、まあ、もちろん上からこう AI 活用しなさいみたいなところがあって始まったりするんですけれども。 ま結果としてどういう声が聞こえてくるかというと、表体効果が説明できませんでした。精度が100%じゃないから導入できません。導入運用ノウハウがなくて分かりません。まあ、結果としてですね、POC で終わってしまうと。まあ、そのことを POC ですのしですね、とこう揶揄するような表現も出てきているんですけれども、まあ、こういった現状になってしまっていると。で これらをです、ね、いろいろヒアリングをさせていただいたときに分かってきているのが、POC の失敗、継続断念の多くは、実は POC の前に既に決まっているということです。えー、失敗断念の多くは、実は POC の前に決まっているというところで、これどういうことというところでお話をさせていただくと、まあ、先ほどのじゃあこう現場の声というところにちょっと考えてみると、業態効果、これというのはそもそもですね事業計画、コスト設計というのはちゃんと しななないととダメなんじゃかかろうかと技術検証どころの話はないよねと。と精度100%じゃないから導入できない。まあ、そもそも AI は100%はほぼ無理です。人の精度ってどのくらいだったんだっけと導入運用ノウハウがないと。と本当に運用するならマシンラにニングオペレーションっていうれっきとしたこう技術カテゴリーの知見が必要になります。まあ、こういったことをきちっと想定しておくこと。少なくとも あのそこをしっかりしなければいけないといったところで逆に言えば POC をしたから失敗したんじゃなくて POC をする前から失敗しているというところですでですねじゃあ POC の失敗って何なんだっけっていうところで振り返ってみると POC の失敗の多くは POC 自体そのものをやること自体に価値がなかった結果だというふうに考えることができますそもそも POC っていうのはプロジェクト事業をデザインした上で仮説となっている不確実性それを検証する作業です なので、まあ、ポジティブに言えば、たとえ仮説が棄却されても、POC 自体にはリスクヘッジの価値がある。インサイトを得る価値があります。なので、それを、その価値に対して、えっと、投資をするかどうか、リスクを回避するためにあの支払う価値があるかどうかっていうところが重要です。なので、POC だから安いとか、そういうことじゃなくて、まあ、全部リスクリターンの話でして、そのリスクをどのくらい回避したいのかっていうところに対しての投資だと。 いうところで逆に言えばその POC でもし止まってしまったかとしても POC で止まってしまったその理由とかインサイトに価値があるはずで、その価値にちゃんと見,を見出せるか見出せないかと見出せないのであればそもそもやる意味がなかったということですでですねじゃあ POC なんで失敗するのかっていうところが分かってきたところでまあ、とはいえじゃあまあまずですね、まあ、失敗しないようにするっていうようなステップをどうやって踏めばいいんですかというところで説明していきたいと思います えっとまあ、AI 活用を進め、ね、ていくためには、TX プロジェクトの大きく3つのステップに分解されます。で、本開発の前に、効果・雇用を検証することを POC と呼んでおりまして、まあ、それを実施するのが一般的です。でもちろんですね、な、まあ、何でもかんでも POC をすればいいというわけではなくて、ア、まあ、ジャイル型に進めていくやり方だったりとか、操、まあ、そ,もそももうある程度分かっているものに対して、開発をしていって、スピード感を出していくというところのほうが重要なプロジェクトもあります。 POC のようにですねこう細かく安くっていうところでやってしまった結果として、まあ、とにかくなんかぶつ切りでベンダーも変わってみたいなところであのどんどんプロジェクトが桜田ファミリアのようになってしまうということもありますので、まあ、POC をすればいいとてうもんでもないししたほうがいいっていうことでもないということは念頭に置いておいていただきたいと思います。とはいえですねこの最初の課題分析仮説構築、まあ、ここは必須です。 でこの特に POC で死んでしまうことを避けるためにも、ここの部分が最も重要だというふうに考えることができます。でですね、私の方で POC の前に考慮すべき4つのステップというところで、POC やる前に何やらなきゃいけないんだっけっていう、まあ、チュートリアル的なところを4つで体系立てて書かせていただきました。で繰り返しにはなりますけれども、POC の前に4つのステップを意識した課題分析と仮説構築というのは実地が重要です。 でまあ、まずちょっとタイトルをお話ししていくと、まずは課題を特定しましょうとで。2つ目が不確実性を特定しましょうと。3つ目が仮説を持ちましょうと。4つ目が最小工数で検証できる方法を考えましょうというところです。でこのプロセスとか考え方っていうところは、まあ、何もこう AI 活用とかに限った話ではなくて、非常に汎用的なプロジェクトマネジメント、プロジェクトの開始の仕方だというふうには思います。 でまさにですね、こうイシューから始めようというところで、まあ、本にもなっていますけれども、まあ、そこでこう書かれていることだったりとか、まあ、そのやるべき順番というところを間違わないにしましょうといったところが重要です。まずですね、課題を特定しましょうとで。とにかく解きたい問題、ユースケースっていうのを解決した際の効果を明らかにすること。で、ここの特にこう課題ってなんだっけっていうところを明らかにすること。まあ、これがすべてというか、すべての始まりといっても過言ではないです。で 業務における解決したい課題と事象は何か、解決したい場合、どんな嬉しいことがあるのか、技術の視点でいうと、ユースケースを実現する上で必要な推論対象とか速度とか機能って何だっけというところをイメージすることというところが大切です。次にですね、不確実性を特定しましょうと。じゃあ今、この課題がある程度分かってきましたと。お客さんのどういうところを困っているのか、もしくは自分がどういうところを困っているのか、数値としてどのくらい困っているのか。 どこが課題なのかということが分かったというところで、じゃあそれをこう,こうやったら解決できるんじゃないかという、まあ、ある希望だったり期,期待を持っているわけですよね。でそこに対して、じゃあ不確実なポイントってどこだっけとっいうところを特定しますで。現状では特定できないパターン、ケースが存在するのか、存在する場合、運用オペレーションでカバーできるのか、カバーするべきなのか、技術でいうと、現状では想定できないパターン、ケースが存在する場合、技術的なアプローチで解決できるのか。 まあこういったところを検討する必要があります。で、不確実性というものは、やっぱり経験者じゃないと,、えっと、先に認識することが難しいっていうのも事実です。まあ、そのため、きちっとこう経験のある、こうプロジェクトのデザイン力があの高いところと、えー、きちっとその設計をするっていうところが大事かなと思います。で、それはビジネス面でも技術面でも両方の視点が重要でして、ビジネス面でももちろんこう不確実なところっていうところが分かったり分かってなかったり、そもそも、 ビジネスのイッシューに立脚してないとテクノロジーだけ強い会社だとそこがテクノロジーに全部寄っていってしまいますしテクノロジーだけの会社ですとそもそもビジネスの課題なんだっけっていうところとか、えー、そもそもその不確実なポイントっていうところが、まあ、見えてこなかったりとかいうところがありますので、まあ、そういった意味ではビジネスの視点からも技術の視点からも不確実な部分が見えてる、まあ、そういった状況を作っていくことっていうのが大事ですでその上でですね不確実なポイントを どうやあの解消していくのかっていうところが POC ですので仮説を持ちましょうとよくこれもですね仮説を持ってないで始まっちゃうっていうところがまあ失敗といいますかそもそもあのいろんな物事の進め方でいけてないポイントですけれども仮説を持つということが大事ですどのようなスケジュールで実装導入を目指すのか技術でいえばどのようなアルゴリズムが必要でどうすればうまくいくのかどのくらいの価値が期待できそうなのかどのくらいでいけそうなのか 仮説を持たないと仮説検証にならないので、とにかく仮説を持つということが大事です。で仮説をですねこう曖昧な言葉で、えー、と何か定義してしまう人が、まあ、よく言いますけれども、ミエス・ノーで答えられるとか、数値で答えられるとか、とかもちろんその仮説の出し方っていうところにミそ、まあ、がありますけれども、まあ、分かりやすい仮説をですねしっかり立てると、曖昧なところで逃げないというところが重要かと思います。次、最後にですねこう最小公数で検証できる方法を考えましょうと。と でよくこう、まあ、もちろん大企業の中だと、社内の納得感を得たりとか、まあ、いろいろですね、やらなきゃいけないことっていうのは多いっていうのは分かるんですけれども、もっと簡単に検証できる方法ないのかっていうところに頭を使ったほうが、結局、あの早くあのスピーディーになります。で、全部作ってしまう前に、こうやったら試せるよねみたいなところを考えていく、まあ、そういったところが大事です。 でとにかく山を登る前に山の登り方を決めるっていうのが大事でして最小コースで検証できる方法っていうのをあの、まあ、特定していく絞っていくっていうところがまさに犬の道という言葉がありましてなんかガ,タガ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 タいろんなところを走り回ってもです、ね、ゴールになかなかたどり着けないというところですけどまずきちっと課題特定して仮説を持って最小コースで検証できる方法を考えれば、まあ、かなりスピーディーかつ あの出戻りのないプロジェクト、あのー、っていうところが、えー、できるかなと思いますし、まあ、しっかり仮説を持って最小工数で検証できる方法を特定していれば、たとえですねこう仮説が棄却されても仮説が棄却されたこの道はダメだということが分かったっていうだけでも非常に価値があるはずなんですね。で、まあ、そういった意味でこう最小工数で検証できる方法っていうところを、まあ、早く考えるっていうところを早くできる方法を考えるっていうのは大事です。で例えばですねこう あるのは何かじゃあプロダクトを全部すごいものを作りきってからユーザーに見せましょうというところで、なんかあまり売れませんでしたというところで、よくあのスタートアップとかベンチャーの失敗で挙げられるんですけど、いいベンチャーとかはよく話を聞くと、まず広告を、商品がない時点で広告を打ってしまうんですね。広告を打ってしまって、なんかすごい反応が良かったから作ろうと。広告を打つなんて、そんなにプロダクトを1年かけて作れるのも全然早いんですよね。 まあそういった意味でどうやって検証するのっていうのを、まあ、AI っていうところに限った話じゃなくて、まあ、AI のプロジェクトの中でも AI 作るっていうか技術を検証するっていうそこの,あの視点だけじゃなくてもうちょっと広い視点でとにかく早く検証できる方法はないんだっけというところを考えるっていうのが大事です。セクション1のまとめといたしましては POC の失敗継続断念の多くは、まあ、そもそもですね実は POC の前に決まっちゃっているよと。なので POC を実施する前に課題の分析、仮説の構築、まあ、先ほどお話しした4つのステップ、まあ、それをですね、まあ、しっかり行うことというところが重要です。でこれらのステップは、ですね、先ほどちょっと述べましたけれども、全部自分たちでやろうとすると見えない不確実性とか、まあ、立たない仮説というのがあると思います。まあ、なので、まあ、それぞれのプロに、あのビジネスもそうですし、技術もそうですし、あのきちっとこう経験のある方とか、この道を通ってきている方にしっかり声を聞く。 っていうことが大事かなというふうに思います。はい、以上です。ありがとうございました。